なにハブはハブで。今日、うわ、ほんじゃあ3枚取りますよ。いきますよ。はい、いきますよ。はい。はい、お願いします。はい、僕が行きます。はい、行きます。はい、じゃあ、あと2枚。じゃあ、最後、近づきます。はい、行きますよ。OK。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。顔見えないじゃん。顔見えないじゃん。一番大事なの。一番大事じゃねえよ。顔見えんかった。毎祝い、毎祝い。毎祝い。毎祝い。みんなライデル目指して頑張りましょう。重い。重い。めちゃくちゃ重い。重い詰まってる、マジで。
ブルペンとしてはこう大変な日になるぞっていう感じだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、いかがでした？まあそんな感じでした。まあ、あの総動員でみんな頑張ろうって感じで、はい、で、ね、なんとかこうどっちに流れがあるのかわからない展開だったなと思いますけど、うん、どんな風に試合をご覧になってましたか？はい、いやもう本当にシーソーゲームだったんで、まあブルペンいる時でもドキドキした気持ちで見てましたね。はい、ご自身の出番は5回だったんですけど、はい、どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？まあ準備はできてたんで、まあ、なんとかバッターを抑えるっていう気持ちだけで、はい、行きました。いや、なんとなくあの藤島投手はああいう場面に強いっていう印象が今日みたいな試合に強いっていう印象があるので、はい、安心して見てました、ね、いやはドキドキでした。で、あの5回は終わって、はい、もう次の回に行くことは決まってたんですか？まあ打席だったんで、まあもちろんまたぐってことは、はい、決まってました。はい、いや、なんとなくその5回裏入った時に打席があるのかないのか、うん、あ、そうですね、うん、まあ場面によっては代打って感じだったんですけど、まあ逆転セイヤが打ってくれたんで、まあ続投だなって感じで、はい、行きました。打席にはどんな気持ちで入りました？いや、もう急っていうか久しぶりすぎて気持ちもクソもなかったんですけど、はい、なんとか頑張りました。いや、なんか食らいつくこう、なんかこう、ね、気持ちが出たバッティングだなと思いました。いや、まあ振ったら本当に当たったって感じです。はい、まあでもあれで試合の、あの5回で試合がこうグッとドラゴンズペースになったかなと思ったので、やっぱり貢献度は高かったんじゃないかなと思います。いや、そんなことないです。はい。まあ逆転したことで勝ち投手というのも見えましたけど、はい、まあ、ベンチからどんな風に試合をご覧になってましたか？いや、もう本当に投げ終わった後はね、応援することしかできないんで、まあ、ひたすら応援してました。はい、まあ、結果として白星、はい、きましたけど、これについてはいかがですか？いや、もう全員でね、こうやってカバーし合って勝てた一勝だと思うので、本当に嬉しいです。バッティングについては、え、東北高校の後輩の石川隆也さんから、はい、
素晴らしいバッティングだったと褒められたりとかそういうところがあったりするんでしょうか。いや、あいつの方がホームラン打ってるんでね、あんま褒めてもらえるとかはないですでも今日は本当にチーム一丸っていう感じがして、はい、これでまた波に乗っていけるかなと思いました。はい、いかがですか。そうですね、3連敗した後にこうやっていい形で2連勝できているので、チームもいい流れに乗ってくると思います。いつもの勝負の儀式、はい、ドラフォー OK です、頂戴したいと思いますのでお願いいたします。はい、じゃあ今 YouTube 見てくださってる皆さん一緒に行きます。せーの、ドラフォー。懐かしいで、サインですね。ここに書いておこう。で、日付、今日が2024。皆さん、ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。よっしゃ。